今日はなんかテクニックを説明してほしいと言われたので、まあいろいろちょっとパッと見て違いが分かりやすいやつがいいかなと思ったので、木のドットを描く時のブラシの作り方を説明します。で、僕のタッチの場合はこのように木とか植栽に点々がたくさん入ってるんですけど、これがこのように大きな絵になると膨大な量になってきます。この辺りとかそうなんですけど、でこれをだいたいまあコツコツこのように書き足していくことが多いんですけど、これをこの感じでやってるとですね、まあ永遠に作業が終わらないんですね。こういうふうに、もちろんこれで全部書き込んでいくと風合いはどんどん出てくるんですけど、これをまあなんとか楽に作業ができないかなということで、まあ一番簡単なのはもうこういうふうに作ったやつをここでこう選択範囲を取ります。そしてこの編集からブラシの定義、ブラシのサンプルっていうのができます。でこれをちょっとこの画面で見てみるとこのようになってます。でここのブラシのパレットの中にも今できてますけど、これがどうなるかというとこのようにして画面に出てきます。でこれを打つとこういう感じですね。ちょっと拡大しましょう。新しいファイルになりましょう。今作ったものをこうするとこういうふうにこれ出てきます。でこれだとすごく使いにくいんで、このようにうまくいかないので、これをシェイプのところで角度、ペンの傾きに沿うようにします。そうすると見えますかね、このペンの傾きによってこの点が打てるようになるので、こういうふうにすると、もう一回ちょっと消そう。ただこれでずっとやるとパターンになってくるので、こういうのをいくつか僕の場合は用意してたりします。でこういうとこ一発でポンっていけたりとかで、不要なとこはこれ削除します。消しゴムで消して、そしてまた元の点でちっちゃいところは押さえていくっていうやり方が一つあります。 でもこれだとちょっと自由度が低いので、僕はもっと楽がしたいなと思って、今度は1点こう作ります。このたった1点こう合わせたやつをまたブラシを定義で作ります。ここに持ちます。で今度はこれを間隔をまあ自分の描きたいドットの間隔に合わせます。そしてまたシェイプで角度をペンの傾きに設定します。とどうなるかというと、これで見てみましょう。こういうふうに線を描く感じで点が出てきます。そうすると一点一点描いてたのがかなり楽に描けますよね。で今ちょっとまだこれ汚いんで、強いんで線が、ここにコントロール、これを筆圧で、まあ僕の場合で言うと 70%、60% ぐらいしこうかな。60% に設定しました。すると、これがちっちゃいのから大きいのまで筆圧でコントロールできるようになりました。で、まだ不自然なので、さらに、散布も少しだけチェックしてみます。まあ今 8% やりました。これがどうなるかというと、こう打った時に散布をちょっと大きくしてみましょうか。ばらけます。ばらけるということは自然な感じになります。であまりにもばらけるとコントロールしづらいので、ほんの少し今はまあ 10% ぐらい、それでちょっとまだ点々の間が狭いので、点々の間を今 193% にしました。それでさっきのとこ戻ってみましょう。これを一回消してこうすると、
でこのペンだと割と一点一点も細部まで角度を変えることでコントロールできます。そうすると木の一本一本を塗る速度が格段に上がります。で今はまあざっくりとですがもう3本木ができました。こういうふうに到着をしています。こんなんでいいかね。バッドポイントコーデでした。いくよ。これね、でっかいのこの隣ね。オッケー。うん。神さん、あのアメリカからコンペの話が来て、なんかどうも8人からなんか選ばれて1人に決まるらしいんですけど、どうしましょう。やりたいやりたい、これで取りに行こうや。行くよ。